中教法律専門学校は学校法人中教法律学園が運営する名古屋市東区にある専修学校である。1909年に設置された。学校の略称は中法、中央大学提携校。中央大学の提携校で東海地区唯一の法律専門学校。100年を超える歴史があり、弁護士、裁判官、検察官、 司法書士など法律業界を中心に多くの卒業生を輩出している。近年では公務員、企業への就職にも力を入れており、法律専門職以外にも卒業生は多い。また大学編入学や法科大学院など進学分野でも実績がある。1908年に弁護士の宮村隆二が中京地区に法律教育機関がないことを遺憾とし、 時の名古屋高祖委員長、藤田隆三郎、道県次長、手塚太郎に協賛を求め、法律学校の設立が発起された。翌年1909年に、中京法律学校、現在の中京法律専門学校が創立。初代校長には上述のように、名古屋高祖委員長であり、中央大学の前身である、イギリス法律学校の創立者の一人である。 藤田隆三郎が迎えられた。当時の藤田初予校長の引き合わせにより、その後も長年にわたり、中央大学の提携校として学校が運営されている。現在は法律家において、中央大学法学部通信教育課程に対応したカリキュラムが取り入れられており、専門学校卒業と同時に、中央大学法学部卒業を目指すことが可能となっている。 上記の国家資格のほか、ビジネス実務法務検定試験、法学検定、日本語ワープロ検定など、ビジネス系資格の取得も支援している。公務員、国家公務員、地方公務員、警察官、消防官など、法律事務所、企業など、就職実績、法律事務所、名古屋市役所、名古屋国税局、愛知県警、刑務官、自衛官、日本郵便、 ゆうちょ銀行、105銀行、1位信用金庫、愛信、名古屋鉄道、中日新聞社、ユニーなど。大学編入学実績、名古屋大学、三重大学、金沢大学、横浜国立大学、関西大学、関西学院大学、立命館大学、法政大学、中央大学など大学院進学実績、中央大学法科大学院、 ナムサン大学法科大学院、中京大学法科大学院、愛知学院大学法科大学院など、2016年9月、本校を卒業し、中央大学法科大学院に進学した、卒業生2名が、司法試験に合格した、愛知県名古屋市東区、徳川町1804番地、ありがとうございます。